昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように骸になるのだろうとな。おしまい。おい、じいさん、話はそれで終わりか？何も落ちちゃいねえじゃねえか。八五郎一味とその子供はどうなったんで？どうも何も、この話はそれだけなんだよ。八五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと八五郎一味の死体だけ。港にあった荷物もそのままさ。なんだいそりゃ。一味は仲違いで殺し合って自滅したってのか？町一つ襲っておいて。まあなあ、八五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話だ。他に面白いことと言ったら、まああれかね、後に港町のありさまを見聞した役人はこんなことを殿様に知らせたらしい。ことはすべて一人の妙手の技によるもの。町の入り口から出口まで、たまさか立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう、群がる山賊ども84人、ことごとく切り伏せて候。そいつはいい。作り話にしてもやりすぎだ。藩の足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。そんな流れ者がいるもんかい。いたらそれこそ噂の武芸者、剣術無双の武蔵何がしってな。あれ、待てよじいさん、八五郎一味は死んだんだよな。ならガキはどうなったんだ？一人だけ生きてたんだろ？それがな、なかったんだよ。子供の死体が一人分。死んではいないが、生きてもいない。
弥五郎たちと一緒に、その子供もこの世からいなくなっちまったのさ。何のよしあって俺を狙う。水の型で しまいだ。
これにて王手と相なったか。主。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら、危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと相変わらず稽古好きなんだから。まったく、お前こそ相変わらず威勢がいい。もちろん兄ちゃんもちゃんと稼いでご飯食べて。食べてないじゃん。もうダメだよそんなんじゃ。いや、まあそのなんだ、言い訳無用。あたしにはすぐわかるんだから。ついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って、結局お腹空きすぎて倒れちゃったの。もう忘れた？自分を追い込むのもほどほどにしないと。あれは未熟だった。未熟ゆえ腹の具合を見誤った。兄ちゃん、一言もない。本当にしょうがないんだから。ほらこれ。どうせこんなことだと思っておむすびこさえてきてあげたの。これ食べて稼いできなさい。まあいつも悪いな。できた妹がいて兄は鼻高々だ。本当？ってごまかされないんだからね。ちゃんと稼いでちゃんと食べてね。わかったわかった。助之進に口利きを頼んでみる。さあお前は小笠原の家に帰れ。俺もすぐに出る。はーい兄ちゃん、気をつけて頑張ってね。あ、お前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。よう、伊織さん、来るのを待ってたよ。ちょうど
あんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？ああ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめるか。おう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこちとらてんてこまんよ。牢跡に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。まあな。いや、あんたは偉いよ、伊織さん。かの新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。世が世ならあんた、立身出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ、これでいい。だが、はした金というならお前、もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん。奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。手はず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。なんだ貴様、面倒だ、消せ。水の方だ。死の方。また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手ごわかったぞ。いささか肝を冷やした。そうかい。そうだ、では銭をいただこう。お、おい、あんた、その手はどうしたよ。左手の甲だ、ずいぶんあざじゃねえか。あざ、
あざ、確か先刻の浪人が何か言っていたな。こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうとは珍しいこともあるもんだ。いや、一撃も受けた覚えはない。放っておくさ、痛みはないし医者に見せる金もない。なあ、そうかい。そんじゃこれが今日の分だ。明日も来いよ。明日は確か吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。さて帰るか。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきましたか。世話を焼きすぎだぞ、かや。しかしありがたい。このあざ、痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ。光玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ、我が凪の日々が揺らぐほどでもなし。食ったら寝るか。今宵はやけに月がまぶしいな。逃げるにしかず。俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは離れる。呼び人よ、君の名は何だ。イオリ、宮本イオリだ。ではイオリ、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか。司祭を。気安いな。呼び捨てられる覚えはないぞ。名乗ったのはそちらだ。いや、話をするいとまはないか。
行くぞ。逃がさぬ。君、剣以外の脳は何？行くぞ、ヨリ。味わうといい。血の型。おお、炎とは。本職ではないがな。まじない、妖術の類か。威力はないが出が早い。剣のみよりいくらかマシだ。水の塊。おいだ。てっ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 。血の型。これはどうだ。てか、姿を見せろ。灰は灰、塵は塵。すべてを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、ランサーか。一晩のうちに二機と相まみえるとは幸先が良い。命が惜しくば下がれ、より。私がやる。
少し彼らを見たい。ライダー、火の海に沈みかねえ。俺はどうすれば。よりほうけるなよ。同類がここにも一人。欲しがりだな、ランサー。ならば来い。収める気はないか。ならば。これは。ホーグ。やめろ！今の何が起きた？引きましょう、マスター。英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー、宮本伊織、マスターの一人として今は不足と見た。承知。伊織殿、次に会う時は必ずやお命いただく。逃げるか、おのれ。待て、セイバー。
なぜ追わぬ、より。私ならあの程度の連中、町を砕き尽くすつもりか。いいか、二度とその刃を、それを水の鞘から抜くな。そんな、そんな、見ればわかるだろう。大筒どころの話ではないぞ、これは。わからない。あれは私の武器の中で最も強力なものだ。あらゆる敵を打ち滅ぼす最強の剣だ。当世の知識は多くないが、いわばそう、殿下の宝刀というやつだ。殿下の宝刀であればなおさら抜くべきじゃない。そうなのか。それではただの刀剣と変わらんとなると、ただの剣で屋敷が粉みじんになるか。とにかく抜くな。いいな。そういうものか。それならば、うん。永月の儀を生き残ることはできんの。永月の儀。そうだ、伊織、君はすでに選ばれた。その左手、甲に浮かぶ印が何よりの証。君は永月の儀に携わる呼び人、マスターの一人となった。永月の儀。先刻、異国の女も言っていた。それは何だ。ひどく大掛かりな手段。七人のマスターが最後の一人まで殺し合う生存競争。君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなったうつしおの者たちだろう。うつしお。そう、マスターはうつしおの者、我ら常世の者を刃として扱うのだ。我らは英霊、サーヴァントとも言う。かつて死して仮初めの命で写し世に戻りし者、うん、私と君は仲間同士なのだ。遺憾なことに。呼び人、マスター、サーヴァント、英霊、かつて死して仮初めの命。死人が蘇るものか。何を言ってるんだ。死した者にできることはせいぜい恨みをうめく程度だろう。立って歩き町を砕く亡霊なんて聞いたこともない。亡霊扱いとは肝が座っているな。英霊とは事の葉の通り英雄英傑の魂だ。少なくとも私はそのように捉えている。先刻の黒い武者は。あれも英霊だ。人気の女もそうだ、間違いない。生前に英雄として誉れを得たか、死後に英雄として崇め奉られたか、どうあれ英霊、人を超えた者たちだ。ではその力はまじないの類ではなく。この身に備わるものだ。頭から足のつま先まで力はみなぎっている。ここまで言えば分かったろ。ん？君は弱き者なのだ、英霊に比べれば。いや、分からん。分からんなりに飲み込んだ上で、生き残った最後の一組とやらはどうなる。願いが叶う。何？おのが願いが叶うのだ。義によって祀られる英月の力によって、どんな願いも実現する。残った最後の一組がその力を得るという話だ。
願いか。うん、願いだ。その様子では興味を抱いたか。貴殿にも願いがあるのかな。ないのか。いや、ある、あるとも。サーヴァントとして召喚に応じた以上、きっと。ただ物忘れをしてしまったようで。物忘れ。物忘れだ。うん、嘘をついているようには見えんが。では忘れる程度の願いだったと。うぐ、君はあれだな、真面目な顔をして辛辣だな。正直なだけだ。減らぬ口だ。いや、いい、立ち話はここまでだ。よりねぐらまで案内しろ。まあ、いや、ちょっと待て。俺たちは今後寝食を共にするのか。うん、そうだ。そうか、そうなるのか。ん？何を難しい顔をしてる。行くぞ。うん、これが当世の家というものか。このアレ用は常のものか。いや、黒い武者に襲われたゆえだ。普段はもう少しマシだ。本当についてきたな。ああ、それで話の続きだが、義について他に分かることはあるか。ないぞ。ん？ない。ない？ない。私もこれ以上は知らないんだ。もう少しこう、何かあるだろう。何か。アン君の催す御前試合でさえもう少しあるだろう。私が言えたことではないが同感だ。知り得ることは少ない。その上で、トウ、イオリ、君は英月の義を何とする。他のマスターやサーヴァントを退け、英月を欲するか。うん、英霊、英雄、英傑のよみがえり、すさまじき力。あれらが相争うのが英月の義ならば、江戸の民草の多くが死ぬだろう。カヤも死ぬ。悪しきことを許されぬことだ。それはわかる。八百野鳥を火の海にはできない。それは人の道に反する行いだ。ふむ、君はそういうのか。思うところはあるが、嘘のない良い返答だったより。力不足も甚だしいが、私のマスターとして認めよう。うん、ではまず名を教えてほしい。英霊、かつての英雄英傑、貴殿はどんな人物だったんだ。どんなって、わからないのか。じゃあいい、私は名乗るほどのものではないということだ。貴殿を呼ぶときに支障が出るだろう。おいでもお前でも好きに呼ぶといい。そもそも伊織は弱い。弱いマスターに名を明かしても私に利はないぞ。例えば伊織が敵方に囚われて、そのまま我が名を明かすやもしれん。あるいは生き人形にされるやもしれん。故に伊織に我が名は教えられない。
そんなに名が大切か。うん。そうか。ところで、俺が敵に捕まるのは定めか。敵が弱いなら捕まえるもの、マスターならなおさらだ。うん。捕まった俺を助けようとは？イオリがいようといまいと戦力的に変わりはない。マスターが死んだのならそれはそれで戦いやすくはなる。確かにな。貴殿に比べれば吹けば飛ぶ紙が如くではある。紙？紙ではないな。響きが少し違う。吹けば飛ぶものなのか？おや、それも知らない。ものを知らないのは過去を生きた人物であるからか。しかし今を知らないというのは都合が良くなかろうに。そのあたりすり合わせがあって叱るべきだな。なんだ急に黙って。眠いのか？うん。おーい、より、おーい。さようなこともあろう、英月の儀。何分手探りの試みゆえな。は。ランサーの妨害さえなければ神明の類推もかなったのでしょうが、ともあれこれでようやく七人の呼び人が揃ったと言えましょう。土帝殿。報告大義であった。して小説よ、なぜキャツをみすみす取り逃がすような真似をした？それは、こたびの件、お前の友も腹に据えかねていると見えるが。恐れながら慈悲深き我が主よ、無知な者を無知なまま殺すことも慈悲かと。言ったはずだライダー。マスターの自覚なき者を斬るは我が心情にもとる。よい。聖水入を済まず、石上五穀を生ぜず、せいぜいその生真面目さで斧が首を締めぬよう努めるのだな。とく戻るぞライダー、長居は無用だ。お待ちよ、無作法者がそこに。問答無用で切りつけるとはな。義に無関係な人間だったらどうするつもりだ？ランサーとそのマスターか。このような弱に一体何の用向きだ？奇襲以外何があると？もっとも子孫自体がね。随分と大胆な奇襲があったものだ。とはいえ貴殿が相手なら話は早い。ライダー。待て、やる気が有り余ってるのは結構だが、そいつと正面からやり合うつもりはない。ではどうするつもりだ？くだらない思い出話をしようじゃないか、由衣小説。何故私の名を知る？貴殿は何者だ？知恵門。己に加盟なし。かようなものは島原の炎で灰となって。島原の生き残りならば、もしや貴殿、森総意見先生を。
よく知っている。さあ、くだらない思い出話をしようか。知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。